いよいよ新潟県知事選挙決戦の火蓋が切って落とされました。私、参議院議員森優子は古くからの友人であります。そして恩人でもあります。片桐直美さんを皆さんと一緒に最後の最後まで全力で応援することを誓い申し上げます。相手は現職の知事、そして目立った失点はない、一番難しい戦いだと思いますが、子どもたちの未来に、この新潟にもう原発を残すことはできないと多くの県民の皆さんが思っていらっしゃる、その皆様の思いが草の根のネットワークでつながった時に、片桐直美新潟県に初めての女性の県知事を誕生させることができると思います。どうか皆様のお力、最後の最後まで結集していただきますよう心からお願いを申し上げ、私の訴えとさせていただきます。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、米山隆議員議員様より激励のご挨拶お願いいたします。どうも皆さん、おはようございます。ご紹介いただきました衆議院議員米山隆一です。ちなみにちょっとどうかってことを言いますと、4年前私ここを去ったわけです。だから今選挙になってるんですよね。で、その私がここに立たせていただいた、それは本当に皆さんのお力のおかげです。この場をお借りですが、お礼申し上げます。大変ありがとうございます。でも私をこの場に立たせていただいた、その民主主義が私は今問われていると思います。4年前この地を去った私が言うかではありますけれど、いや、この4年間どうでしたか。この4年間原発政策、花角さん、現職の知事は進めてこられたんですか。私は問いたいと思います。新潟日報に企画の記事がありました。片桐さん、ちゃんとね、もう私は再稼働させません。自分のやりたいこと、やるべきことを示してます。花角さん、3つの検証が終わるまでは分かりません。何にも言ってない。でも4年間あったんですよ。知事だったんですよ。やる気があれば、とっくに結論は出せる。とっくにきちんとさ、検証は作れる。とっくに人に安全な避難計画が作れるなら作れるし、作れないなら作れないと分かってるはずです。それを花角さん、意図的にごまかしてる。ただそう言って言われて仕方がない。4年あったんだから。そうやってこの選挙になってもまた、うやむやのままに選挙を乗り切ろうとしてるんです。それは民主主義じゃないですよ。皆さん、片桐さん、ね、もう何度も言われてる、ちゃんと自分のやることを示す人です。そしてそれを皆さんに問う人です。ちゃんと安全な新潟県を作ってくれる人です。ぜひ、片桐さんに絶大なご支援、お願いいたします。原発だけではありません。経済政策だってそうじゃないですか。それは向こうはね、現職だ、国とつながりがある、安定してる、そう言いますよ。でも、この4年間、新潟は発展しましたか？県民経済、県民所得、低下してますよ。コロナはあったけど、他の県より低下してる。国の言う通りにしたら発展するなんて嘘なんですよ。片桐さん、全力で新潟発展させてくれます。石川をあんだけにしたんですから。もうこれから新潟県もね、もう全国各県に進出するぐらいの勢いで、ガンガン発展しますから。ぜひ、片桐さんへのご支援、重ねてお願い申し上げます。時間になりました。最後に、私自身も全力でこの選挙戦で戦い抜くことをお誓いして、そして皆さんのお力を結集させていただくことをお願いさせていただいて、私のお話をさせていただきます。大変ご清聴ありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございました。力強い激励、本当に頑張りましょう。続きまして、黒岩隆弘衆議院議員、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。いよいよ県知事選のスタートということで、私も柴田で全力で片桐さんを応援、このことをまずは誓わせていただきます。で、片桐さんをですね、どうしても知事にしなければいけない理由を2点、端的に申し上げます。1点目は、やはり県民からワクワク期待感を持ってもらう、そんな知事に片桐さんならなれる。現職どうですか。官僚出身、よく言えばかもなく不可もなく、よく言えばですよ、悪く言えば凡庸としてつまらない。県民から期待感や魅力を持ってもらうどころか、ほとんど関心も持たれてないでしょ。官僚出身の知事なんて全国に何十人といる金太郎飴みたいな知事ですよ。新潟県を金太郎飴みたいな無個性の知事にしていいのか。片桐さん違いますよ。今話してたけど、やっぱり民間企業でこんだけ成長させた実績がある、楽しみじゃないですか。女性の視点面白いじゃないですか。何よりも片桐さん変わった人でしょ。個性あふれてますよ。何回やって やらかしそうな気がしますよね。まあ、こんなワクワク感のある知事で新潟県を魅力あるものにしてもらいたい。2点目は、やはり新潟県民の顔だけを見る知事。何が申し上げたい。国の顔を見るのか、県民の顔を見るのか、その究極の踏み絵が再稼働です。国は何としても再稼働させたい。
職の知事は官僚だった自民党与党権力者と非常に密接な関係が国の顔を忖度しますよ。先ほど富山さんもおっしゃってたけども、柏崎刈羽原発を東京に持ってことは簡単じゃないかもしれないが、今国は新しい原発増設するって言ってるんですよ。じゃあその第1号を東京原発だと宣言させてもらおうじゃありませんか。片桐さんが知事になったら国に東京原発を提言してみろと、安価を切ってもらおうじゃありませんか。都民を国民を安全だって言って納得できるんだったら新潟も少し考えていいでしょ。そんなことできないでしょ。国にも単価も原価も売れる片桐さん知事になってもらいましょう。どうか皆さんの手で期待感が持てる国に物も片桐知事を誕生させてください。共に頑張りましょう。はい、ありがとうございました。片桐直美知事候補到着いたしました。ちょっとお待ちいただいて、また今回都合により、参加できない国会議員の皆さんがいらっしゃいます。メッセージ寄せられています。西村智奈美衆議院議員、菊田真紀子衆議院議員、梅谷守、衆議院議員、内越さくら参議院議員、メッセージをいただいておりますが、時間の都合で菊田真紀子衆議院議員のメッセージのみ簡単にちょっと発音しながら読ませていただきます。はい、いよいよ決戦の時を迎えました。省略、私は県民の安全のために脱原発を訴える片桐候補を支持するとともに、原発未来に残してはいけないという思いは必ず多くの県民の理解と共感を得られると確信しています。また叩き上げの企業経営者の経験を存分に生かす、県財政の健全化、女性の視点の充実など、新しい新潟を実現するため片桐候補には新潟県の先頭に立ってリーダーシップを発揮していただきたいと切に願っております。2022年5月12日衆議院議員菊田真紀子、拍手。はい、それでは続きまして片桐直美さんを推薦し共に戦う政党代表者をご紹介いたします。激励のお言葉をいただきたいのですが、時間も時間なので大変気をつけですが、お名前だけにさせていただきます。社会民主党新潟県連合代表、小山義元県会議員様。日本共産党新潟県委員会、日渡志士委員長様。新社会党新潟県本部、小林義明委員長様。緑新潟代表、中山仁新潟市議会議員様。地方議員の方々もたくさんご参加いただいております。ご紹介も省略させていただきますが、手を振ってのご挨拶お願いします。はい、お待たせいたしました。たった今柏崎から新幹線に乗り、走りながら新潟に到着しました。新潟県知事候補片桐直美、ウクライナの状況を目の当たりにして、いても立ってもいられなくなり、全人生をかけ立候補した片桐直美、その立候補の決意を表明していただきたいと思います。よろしくお願いします。朝早くから、皆さん集まって、皆さんおはようございます。今ですね、柏崎の荒浜に立ってですね、皆さんと風船を飛ばしてきました。私はですね、60年前にあの土地に、あの場所に、あの土地を東京電力に売った方と知り合いで行ったことがあるんですよ。非常に立って運命的なものを感じました。何としてもですね、この原発、その時はまだ作られるとは言ってなかったんですけども、その後売ってそれが立ったわけです。そしてこんな形で運命的だなと思いました。実は私は2月頃までは考えてはいませんでしたが、本当にですね、ウクライナとロシアの戦争を見て、21世紀にあのようなですね、実戦戦争が本当に起こるということで、もうびっくりしましたね。皆さんもびっくりしたと思います。何としても戦争は止めなきゃなんない。そしてですね、ウクライナの子供たち、市民が逃げ惑う姿を見て、もうとてもいても立ってもいられない、そんな感じでしたね。私は柏崎刈羽原発がもし万が一攻撃されて、新潟移民皆さん、新潟県民の皆さんがね、逃げ惑う姿、そんなのは見たくない、そんなことになってはいけない、本当にそのことを思って、立候補することにしました。柏崎刈羽原発は世界最大の原発です。ウクライナのザポリージャ原発もヨーロッパ最大と言われましたが、柏崎刈羽原発を意外と日本一ぐらいに持ってる人が多いんです。世界最大の原発で、これは狙われる、狙われた時に皆さん逃げられないんですよ。本当に原発の再稼働を何としても
食い止めたい、そんな思いで実際に11年前の 3.11 の事故の時にですね、約4年間日本の54基ある原発のほとんど全部が止まったんですね。約4年間ですから、原発の作られる電気はいらないんです。それに原発で作られる電気はとても高いんです。安くないんです。そこのことを皆さんきっと考えて、原発に頼った政治から離れればもっといろんなことができるわけです。そのことを私は訴えたい。なんとしてもですね、もうもちろんですね、いろんなことがあります。原発に頼っているおかげで、もう病院は民営化、あるいは病床削減、こんなこともささやかれていますが、私は何としてもこの県立病院、13の県立病院、あちこち回りましたらいろんな声を聞き、これはやっぱりきちっと守る、このことを約束したいと思います。さらにですね、経済の無駄をきっと見直して、そこから明示された県税の1兆3000億円と言われている県税の約1割を減らしただけでですね、いろんなことができるわけですね。そこをですね、福祉教育にきちっと当てて、そしてまた新潟にはいろんな産業が、技術伝統、いろんな産業が、そして自然もですね、農家の米作りも非常に素晴らしいものがいっぱいあるわけですから、それを新潟経済産業機構プロジェクトを作って、断固としてそれを立ち上げて断固したいと思います。私に力を貸してほしいと思います。原発はですね、本当に危険なんです。もう事故が起きたらですね、自分のあのウクライナの人のようにカバン一つ持って逃げるってことができますか。私は皆さんにそのことを問いたい。ここ 1,2 年がもし原発がなかったとしてもですね、必ず未来においてあれがどうも子孫に災いを残すんで、今こそ生きている私たち大人がですね、そのことをしっかり考えて、何としても原発を残す、そして豊かな新潟県を目指して作っていこうと思ってます。子供も少なくなった人口減少だと言いますが、女性がですね、働きやすくて生き生きとできるような、そんな社会になって、私は明るい新潟を作っていく自信があります。頑張ります。力を貸して皆さん、ありがとうございます。力を貸していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日も頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さん、もう一度大きな拍手を片桐候補にお願いいたします。頑張りましょう。ありがとうございました。原発なくして病院残す、やっぱり危険だった原発、絶対再稼働はさせません。皆さんの大きなご支援で片桐直美さんを県知事に押し上げてください。今日から投票日まで17日間楽しく元気に全力で頑張りましょう。大きなご支援を重ねてお願いし、第一声を終了したいと思います。ありがとうございました。